花柄のブラウステニスのためにブラウスを着用した女性ブラウスは肩から胴回り線あるいは腰回り線あたりまでの主に女性、子供用道衣類の総称。ジスウェルレイニーチでは中位または外位とされている。欧米では男性用の作業着や軍服の上着もそう呼ばれている。講義におけるシャツの一種。 基本的には男性向けのワイシャツと同様の形状で、丈は腰のあたりまでのものが多い。素材は綿や絹、絹風の化線が使われる。語源がゆったりしたという意味で、いわゆるワイシャツに比べ柔らかい素材が多い。女性向けのためデザインは多岐にわたり、袖や襟の有無や形状にもバリエーションが多い。刺繍やビーズ、レースで女らしさを強調した装飾がされていることも、 ある。そう、スカートやズボンの中に入れた時にできる膨らみや、そうした着方をブラウジングという。ボタンは男性用のシャツと逆に取り付けられている。これには以下のような理由が唱えられている。ブラウスの起源については、1万年以上前の原始時代に着られていた衣類の中に、ブラウス型のものが発見されており、これを起源とする説もある。ブラウスの語源となった服は、 ロマネスク時代の医療であるブリオーである。ブリオーは古代ローマ時代から普段着として着られたチュニカが上着へと発展したものと考えられる。上から被かって着る衣類で袖口が広くベルトを巻いて腰から下にひだをつけるように着用された。上流階級のブリオーはウールや絹で仕立てられ袖口や襟元に贅沢な刺繍が施されていた。庶民もブリオを着用したが、 素材は、あらゆるだった。男性のブリオーは、竹は、腰から、膝上の短めなものに対し、ズボンを履く習慣のない女性のブリオーは、裾が長かった。19世紀の終わり頃に、欧米の女性の間で、刺繍やレースの装飾が施された、ハイネックで袖に膨らみを持たせたブラウスを、長めのスカートと組み合わせるのが流行した。当時、女性の社会進出という背景があり、 テーラードスーツの下にブラウスを着るなど、活動的な二部式の衣服が着られるようになったことも、女性の間でブラウスが広まった原因として挙げられる。この頃に、日本でもブラウスが、シャツの発展型として、次第に広まっていき、20世紀に入ると、女性の代表的な衣類として定着して、季節を問わずに着られている。例、アービーレギュラシオン671田中。 ABE-2003PP72 から76ありがとうございます。